今日は大変楽しみなゲームです。待ち望まれていたカードがいよいよキックオフ。皆さんこんにちは。まぶしい日差しがピッチに降り注いでいます。この最高のピッチコンディションの中で行われる注目の一戦をお楽しみください。解説には福西崇史さんをお迎えしました。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ベガルタ仙台が清水エスパルスと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。清水エスパルスのホームタウンは静岡県静岡市。チームカラーはエスパルスオレンジと名付けられた鮮やかなオレンジです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は再び流行の兆しが見える一般的な 3-5-2 です。守備と攻撃の切り替えがポイントですね。ホイッスルで試合開始です。ボールがこぼれている。金子翔太、ここからどうするのか。スピードのないシュートでした。今日のアウェーチームはチーム全体でプレスをかけて相手のミスを利用するのが得意です。プレッシャーをかけることは大事ですからね。プレスされた状況でのパスミスは致命的ですし、それがさらなるプレッシャーにもなります。このプレースタイルを体力的に維持できるチームと戦うのは非常に厄介だと思いますね。対策が必要でしょう。ボールをキープしています。この試合も主導権を握るのでしょうか。いつでも行けるぞという余裕が感じられますよね。ここはサイドに持ち出すでしょうか。クリーンなタックル、ボールを奪いました。高いボールで裏へのパス、見事なロブパス。クロスにはしっかりついている。上げさせない。このパスはカットされます。サイドから攻撃でしょうか。チャンスと思いきやオフサイド。これは惜しい。おっと、裏へ出した。仕掛けてくるのか。中にはロイス、決まった。ゴールだ。ロイスの目の覚めるようなボレーシュートです。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。そしてこのボレーシュートです。折り返したボールをダイレクトに叩き込みました。豪快でしたね。
ここでボールを失います。ボックス内へ入れてきた。危ない場面もディフェンスがクリア。サイドにスペースがあります。中央の選手を狙ったクロス、決まっていればすごいボレーでしたが枠には飛びません。思い切って狙いましたがさすがに難しすぎましたね。裏も見えていたのか。キーパーと1対1でしたが大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。サイドのスペースが広く空いています。このパスはカットされました。外に出てゴールキックです。見事にリードを奪いました。別の角度からご覧ください。アタッキングサードに入ってきた。さあ上げたい。ボールをクリアしました。カウンターアタックのチャンスです。カウンターのチャンスを決めたい。相手の隙をついた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。深く攻めすぎたのが原因でしょう。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ボールを失いました。金子翔太、タッチライン際を上がれそうです。中に入れてくるか。どうも今一つですね。実力がある選手ですから不本意でしょうね。どうも攻撃の意識が低いですね。いろいろな理由があるんでしょうが、まずはボールを持って動けるスペースを作ること、その次に焦った判断をしないことでしょうか。このままでは追いつけません。ここはちょっと軽率なスローイン。相手ボールです。前半が終了しました。スコアは2対0。ホイッスルで後半のキックオフ。清水エスパルスがパスをつないでいく。2点のビハインドから流れを変えられるか。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターからのシュートは枠を捉えきれません。惜しかったですね。もう一度同じ形を作れれば決められる、そんな予感のあるシュートでした。ヘナトア・ウグスト、前半この選手のプレーがよく効いていました。調子が良さそうです。入れば試合が面白くなる。ここは枠を捉えきれません。富田慎吾、これはよく見ていた。ここから狙うのか。いいパスだ。決まった。ゴールだ。ロイスの目の覚めるようなボレーシュートです。
ワントラップあってもいいと思うんですが、直接ボレーシュートを狙ってきました。この展開を誰が予想したでしょうか。パスをカットされました。ボールを運びゴールに襲いかかります。パスをカットされたのはロイス。サポートを使うか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。富田慎吾、しっかり見えています。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。ヘナトア・ウグスト、ここはインターセプト。しっかり予測していました。突破した。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。コーナーからエリア内へ、キーパーがうまく飛び出した。ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。はい、チームの実力差はないと思うのですが、結果的にそうなっていますね。行くしかない。何が狙いでしょうか。ここはミスになりました。最後の1対1の場面で焦りが出たようですね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。高い位置でカットします。ビッグチャンス。これはナイスインターセプト。今日の試合は序盤から一方的な試合で、抜いた。周りを確認したい。長澤俊、決まった。ゴールゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。別の角度からご覧ください。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ボールを失いました。おっと、裏へ出した。これはチャンスです。キーパーに近すぎたようです。ボールは相手に渡りました。相手が寄せてきました。ルーズボール。さあどうする。3点目。もうどうしたって止まりません。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。
試合終了。このリーグ戦はホームチームの勝利です。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。選手たちにとっても